コマッコウは、ハクジラー目、コマッコウかコマッコウ族に属する小型のクジラである。海上で観察されることは珍しく、多くの研究は座礁した個体や漂着した資料に基づいてなされているに過ぎないため、不明な点も多い。コマッコウと小川コマッコウの分類については、長い間議論が行われてきた。以前はこれらは単一の種であるとされることが一般的であったが、 1966年、スミソニアン博物館の生物学者により別々の種であるという結論が出され、今日では同族の異なる種として扱われることが一般的である。分類に関しては、コマッコウかも参照されたい。コマッコウは、1838年、フランスの動物学者ブレーンビルによって新種として報告されている。コマッコウは、 クジラとしては最も小さな部類に属し、イルカと比べてもさほど大きくはない。生まれた直後の体長は1.2メートル程度であり、成長すると体長3.5メートル、体重400キログラムとなる。大雑把に言うと、服側はクリーム色あるいはピンクがかっており、配色及び側面は青っぽい灰色であるが、これらが混ざったような体色であることもある。 体調に比べて頭部は大きく、横から見ると膨れているように見える。価格は上ゴに比べて非常に小さい。20本から32本の葉を有するが、すべて下顎に生えている。噴気口は左右の中心ではなく、若干左側に位置している。背びれは非常に小さく湾曲しており、背びれの大きさの違いによって、小川小松港との識別を行うことができる。 目の後方に、偽エラと呼ばれるエラに似た模様がある。白ジラー目としては、最も巨大なクジラである、マッコウクジラとは禁煙であり、コマッコウもマッコウクジラと同様に、前頭部からゲイロウを採取することが可能である。腸には、暗赤色の液体を含む袋状の器官があり、怯えた際にはその液体を噴出することが知られている。これは捕食者を混乱させ、 方向を見誤らせるためであると考えられている。行動は非常に地味である。音をほとんど立てずに海面からゆっくりと上昇し、しばらくの間その体勢を保つという行動を行うことがある。そのため日本では浮きクジラと呼ばれることもある。潜水も地味なもので単に海面から見えなくなるといった風情である。人間の乗っている船には近づいてくるというよりも、 むしろ、逃げていくことが多い。ブリーチングは観察された例はあるが、あまり行わない。単独で行動することが多いが、最高6頭の群が観察されている。主食は、いかやかにである。コマッコウ生息域コマッコは、海上において観察されることが非常に稀であるため、正確な生息域や回遊などについては、不明な点も多い。 座礁した個体や漂着した資料に基づいて研究されることが多い。一般的には太平洋、大西洋、インド洋の温暖な海域に生息し、外洋性であり、比較的沖合を好むと考えられている。全生息数は不明であるが、通常は貴重な種であるとされている。しかしながら、多数の個体が集団で海浜に座礁する現象が時折報告されることから、 従来考えられているよりも多数が生息している。可能性もある。コマッコウが大規模な捕鯨の対象とされたことはない。インドネシア、日本、小アンティル諸島においては小規模な捕獲がなされていた。流し網による根格の被害も知られている。座礁した個体の腹部からビニール袋が見つかることもあり、懸念点の一つである。これらのことがコマッコウの生息に対し、 長期的に影響を与えるかどうかは現時点では明確ではない。2003年1月28日に千葉県南房総市の長者川川口で座礁した小松港が鴨川シーワールドで保護され2004年2月26日まで飼育された。飼育期間は395日間で日本最長であった。2011年1月14日には 宮城県仙台市宮城野区の七北、田川川口付近で、小膜甲が座礁しているのが発見され、マリンピア松島水族館で保護された。この小膜甲は、順調に回復し、同水族館で展示されたものの、同年3月11日に発生した東北地方、太平洋沖地震の津波による、ポンプ故障で水質が悪化したため死亡した。ありがとうございます。